デミス・ハサビス、デミス・ハッサビス、1976年7月27日体は、イギリスの人工知能研究者、脳科学者、コンピュータゲームデザイナー、世界的なゲームプレイヤーである。デミス・ハサビスは、北ロンドンで生まれ育った。彼は、ギリシャ系キプロス人と中国系シンガポール人の家系である。 ジスの振動で、ハサビスが13歳の時の色レーティングは2300で、イングランドジュニアチェスチームのキャプテンを務めた。ハサビスは、ロンドン北部のイーストフィンチリーにある公立の総合生中等学校であるクライスツカレッジで学んだ。A レベルと S レベル試験を16歳で終了後、ブルフロックプロダクションで、コンピューターゲーム開発者のキャリアを始めた。 シンジケートのレベルデザインから始まり、17の時にゲームデザイナーピーター・モリニューと共にテーマパークのデザイン補助とリードプログラミングに携わった。テーマパークは有名なシミュレーションゲームであり、数百万本を売り上げ、ゴールデンジョイスティック賞を受賞し、経営シムゲームのジャンル全体に影響を与えた。1997年にハサビスはブルフロックを去り、 ケンブリッジ大学のクイーンズカレッジに席を移し、コンピューターラボラトリーで、コンピューターサイエンスの学位取得に専念した。数年間技術企業の立ち上げを行った後、ハッサビスは2009年にユニバーシティカレッジロンドンで、認知神経科学の博士号を取得するため、学級生活に戻り、キャッツビー計算論的神経科学ユニットで、ウェルカムトラスト研究フェローとして、 また MIT やハーバード大学の客員科学者として神経科学と人工知能の研究を続けた。ハサビスはブルーフロックでコンピューターゲーム開発者としてのキャリアをはじめ、シンジケートやテーマパークといったゲーム開発に携わった。ケンブリッジ大学卒業後、ハサビスはライオンヘッドスタジオでブラックホワイトのリード AI プログラマーとして働いた。 1998年に、ロンドンを拠点とする独立系ゲーム開発会社である、エリクサースタジオを設立した。ハサビスは会社を60人規模まで拡大し、アイドスインタラクティブ、ビベンディ・ユニバーサル、マイクロソフトと販売契約を結び、バフタにノミネートされた、リパブリック、ザ・レボリューションや、エビル・ジーニアスのエグゼクティブデザイナーでもあった。 エリックサーが幾度かの延期の後に最初に発表したリパブリック・ザ・レボリューションは非常に野心的で独特な政治シミュレーションゲームだった。最終的に元々の構想よりも内容は縮小され生温かいレビューで迎えられた。メタスコアは62、100だった。エビル・ジーニアスはジェームズ・ボンドを皮肉ったようなシミュレーションでメタスコア77、100とかなりの前線をした。 2005年4月に知的財産や技術権をいくつかのパブリッシャーに売却しスタジオは閉鎖した。ハサビスはビデオゲーム開発を離れ、AI の新しいアルゴリズムのアイデアのインスピレーションを脳から得るために認知神経科学へ切り替えた。自伝的記憶と記憶喪失の分野で活動し、何本かの影響力のある論文を執筆した。現在、ハサビスがプナズで発表した。 会話損傷を有する患者は記憶喪失を引き起こすことが知られているが、彼らは新しい体験の中に自分自身を想像できないとする論文が最も引用頻度が高い。重要なのは、このことが想像の構築過程とエピソード記憶の早期の再構成過程とが関連すると実証した点である。これらの発見とフメリーによるフォローアップ研究に基づき、ハサビスは エピソード記憶システムが情景の構築を識別する新しい理論的説明を展開した。すなわち複雑かつ理路整然とした情景の生成とそれを持続させ続けることが早期と創造の根本的プロセスの鍵となる。この仕事は主要メディアで広く取り扱われ、サイエンス誌は2007年の10大ブレイクスルーの一つに選んだ。近年、 ハサビスの発見と解釈は他の研究者たちの挑戦を受けている。ラリー・アール・スクワイアラの論文は、海馬病変と想像力欠損の間の乖りだけではなく、記憶喪失と想像力欠損の乖りを報告した。さらにスクワイアラは、ハサビスらの試験対象である患者の病変は海馬に限定されていたかどうか疑問視し,した。議論は進行中であるが、最近の研究は、 元の発見を支持している。2010年、ロンドンを拠点とする汎用学習アルゴリズムの構築に特化した機械学習のスタートアップであるディープマインド、テクノロジーズを共同で立ち上げ、CEO を務めた。2014年1月にディープマインドは Google に4億ポンドで買収され、ハサビスは一般的な AI プロジェクトを指導するエンジニアリング担当副社長となった。 2015年10月、ディープマインドのアルファゴプログラムは、ヨーロッパ英語チャンピオンを打ち倒し AI のブレイクスルーを達成した。2016年3月には、世界最高ランクの囲碁騎士である、リオに5試合中4試合に勝利した。ハサビスは、ゲームの世界選手権である、マインドスポーツオリンピアードで5回勝利の後、2003年に、競技から引退した。当時の彼は、 世界最高のオールラウンドプレイヤーとみなされていた。彼は、チェス、ディプロマシー、将棋、ポーカーを含む多くのゲームの名プレイヤーである。メインイベントを含め、ワールドシリーズオブポーカーで6度入賞している。ハサビスは、ゲームデザインワークにより2009年に、王立議芸協会のフェローに選出された。2014年に、王立協会より権威ある、ムラード賞を授与された。 2013年にワイヤードはスマート50に選んだ。2014年にロンドンイブニングスタンダード紙はロンドンで3番目に影響力のある人物に選び、フィナンシャルタイムズはヨーロッパのトップ50の企業家に選んだ。ネイチャーは2016年に世界に重要な影響を与えた10人の科学者ネイチャーズ10の1人にハサビスを選んだ。ありがとうございます。